神が、ウィリアム・エイジンが吠えるというところ。あら、浮いていかれたよ。ここからスーッと近づいた。いや、近づいてくる、近づいてくる。さあ、まずは末永正を刺して後ろから上岡聖浦が来る、上岡聖浦が来る。さあ、しかし末永正もいいラインだ。いや、近いところに入るか、近いところに入るか。そして杉の飛び込み、この旋回は末永正は悪くない、悪くない。さあ、それに対して寄り添うで寄れないか、寄り添うで寄れないか。3つ赤消えてスタート。さあ、スタートしていく、ずーっと降りてくる。さあ、この辺りは非常に、あ、離れた、離れた、非常に味ににくい、やりにくいスタートでした。さあ、上尾が行く、さあ上尾が行く、あ、ゾーンでした、ゾーンでした。さあ、先行、まずは1個ゾーンを外したところ、後追いとしてはちょっと寄れない。最後に来た、最後に来た、最後でなんとか、なんとか取れたか。いや、雪はアレックスセブン先行は遠い上岡和弘 S1 号シルビア、今動き出しました。さあ、まずは水色のマシン、ボールオーター搭載、松井幸雄のアレックスセブン、そして後ろから番号 GTR エンジン搭載のシルビア、上岡和弘がどんだけ寄ってくれるか。いや、逃げる松井、ちょっと離れて、あれ、あれ、おかしい、何か壊れた、なんかおかしい、ああ、何か壊れた、エンジンが止まっている。これはトラブル、駆動系だったな、駆動系だな、いいじゃん、勝ってるな、言ってる端からですね。1号 SR の対戦ということになりますが、今スタートしてった赤いマシーン、上岡杉弘、黄色いマシーン、村上満、まずは上の、いや、それに対して村上の層は離れてはいないぞ。さあ、どうだ、さあ、どうだ、どうだ、さあ、この戦いはまず横井が前から、そして後ろから赤いマシン、上を、上をがついていく。さあ、どうだ、横井の後ろ、横井まくる、思いっきり振る、横井がいい振り、それに対して上を、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 入れ替えの2本目、今動き出した。さあ、上を勝弘が前、後ろから追いマシン T-MAX、 横井まさし、さあ、どうだ、ほら、思いっきり来た、いやー、上の振りに対して横井が打っているか、いやー、危ない、危ない、いやー、振った 2JZ、 宇都宮明則、今スタート。さあ、スーッと動き出す、まずは上尾が、赤いマシンが、そして後ろから宇都宮明則が思いっきり角度をつける、上尾勝弘、あれもね、あのね、同じこと起きてますよ、はい、同じこと起きてますね、はい、今度宇都宮選手もゾーンに向けてっていうのは減速コントロールが入りますから、そこに対して上尾選手がどうなるか、合わせられるか。さあ、近いところにまずは内海が振ってくる、そしてここで、いやー、どうじゃ、ダメだろう、はい、これは内海選手がまっすぐになっちゃったでしょ、ね、完全に転倒、赤3つ消えてスタート。さあ、まずは紫のマシン、中村の結構後ろから買い橋、上を担ぎろ、まずは中村いいスタート、そしてその後ろに行っても近づいている、ベーンとやっている、さあ、いいスタート、中村直樹、今スタート。さあ、どういく、どういく、さあ、まずは上を、そして追いついている、ものすごい勢いでいく、さあ、ついている、入っている、入っている、入った、入った、入ってった、中村入ってった、もう見えない